Thank you for watching ゆかぴか。ゆかぴか英会話をご覧の皆さん、こんにちは。今日は赤ちゃん2歳半ぐらいなんですけど、アルファベットで遊ぼうです。アルファベットの歌を歌うんですけど、これぐらいの赤ちゃん、こういう色鮮やかなものを見るのが好きなので、その、色鮮やかなアルファベットチャート、レッスンでも使ってるんですけど、これで赤ちゃんと遊ぶのをご紹介したいと思います。OK! Now it's time to sing the alphabet song with mommy! Let's use the alphabet chart! OK! Sit on my lap! Here we go! こんな感じでね、お膝に座らせてあげます。お首座ってなかったらね、この体勢結構赤ちゃん安心するんで、胸の間に頭を置いてあげて、うちの子はまだ首座ってません。Okay. Look, this is the alphabet chart. Here we go. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S.T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? こんな感じで、こういうのを使って遊ぶと、お歌歌うだけよりも赤ちゃんの気をね、引けますので楽しいかと思います。あるいは赤ちゃんと向かい合って目を合わせながら、歌ってあげてもいいかと思いますけど、私はレッスンでこのねベイビークラスでこれ使いますけども、あトドラーでも使いますけどね、すごく、楽しんで英語を自然に学べますのでね、耳と目で刺激を与えて、脳の発達も促せるかなと思います。とにかく楽しんでやりましょう。 Thank you for watching. Goodbye. Say bye.